はい、それでは皆様おはようございます。定刻となりましたので、ただいまより八代城築城400年記念連続講座の第2回目を、開催いたします。本日はご多忙の中、賜りまして誠にありがとうございます。私は本日の、司会進行を務めさせていただきます、八代市文化振興課の岡村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、第2回目ということで、八代市の、日本遺産についてというテーマで、講座を行います。本日の、講座担当は、八代市経済文化交流部、文化振興課文化財係、学芸員の、村田でございます。平成29年、入庁以来、本市の、歴史文化基本構想の策定、それから、日本遺産のですね、認定、それからまあ認定後の取り組みにおいて、携わっております。その間に得られた知見に基づきまして、八代市の日本遺産について、ご報告いたします。なおご質問につきましては、報告の、終了後に、承ります。なおですね、本日はあの皆様の方に、簡単なアンケート用紙を、お配りさせていただいております。講座終了後にですね、各自ご記入いただきまして、お配りしております、鉛筆と一緒に、受付にて、ご提出ご返却いただければと思っております。それでは、早速ではございますが、講演の方に参りさせていただきます。皆様おはようございます。ただいま、紹介いただきました私文化振興課で学芸員をしております村田と申します。本日はよろしくお願いいたします。まず私の話を始める前に手元に皆様のところに資料があるかの確認をしたいと思います。1枚目の、まず1つ目が、八代市の日本遺産についてと書いてある、両面のですね、片方のチキス止めの資料と、あとは日本遺産のストーリーが書いてある、これも両面になっているかと思うんですけれども、が1つと、あとはパンフレットの方をですね、2つ、この青色のパンフレットと、ちょっと緑が表紙にちょっと多いですね。パンフレットの方で配りしております。あとはあのお祭り伝伝館の方のですね、紹介する伝伝プレスも配りしておりますので、皆さん、それですかね、なければ手を挙げていただければ、係のものがお持ちいたしますので、話の途中とかでないなと思われた際は、手をお挙げください。ではもう、話を早速、始めていきたいと思います。私は、2回目ですね。で今日は、八代市の日本遺産についてという題名で話そうと思うんですけれども、今回私の方から話す内容として、まず日本遺産がどういうものなのかというものと、あとはそのなぜ日本遺産という取り組みが、まあ、これ文化庁の取り組みなんですけれども、これがなぜ合っているのか、そこが今回一番皆さんにちょっと伝えたいところにもなってくるんですけれども、まあ、文化財をどう楽しむかと、そういう部分につながってくるというのと、あとはまあ八代に、まず日本遺産認定されたストーリーがどういうものなのかというものを話していければなと思います。大体1時間ぐらいの話になるかと思いますので、途中はお手洗いとか行ってもらえた方はもういただいても大丈夫ですので、はい、よろしくお願いいたします。で、多分私のお話、まあ、この今見えているボタンの中に何回か私の話を聞いたこともあるかなといらっしゃると思うんですけれども、いつもの話プラスちょっと伝えたいこととかを足してですね、話していこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、本編に入っていきます。まず唐突なんですけれども、皆さん今日私の認識では八代の市民の皆様というところでお話ししていきますけれども、八代市が、まあ、日本遺産認定受けたって知ってる人ということで、まず挙手をお願いしたいんですけれども、認定ストーリーの内容まで知ってる方いらっしゃいますでしょうか。なかなかの方が上がっていきづらいんですよね。ありがとうございます。で、認定されたこと自体が日本遺産なんか役所になったらしいなということは知ってましたという方、ありがとうございます。知らなかったら正直に大丈夫です。ありがとうございます。今日はお話聞いていただけることで知っていただくことになるので、聞いていただいて大変ありがたいです。それを前提にですね、私が頭に入れて
お話をしていこうかなと思っております。でまずそもそも日本遺産、結構皆さん世界遺産っていうワード、単語はよく聞くと思うんですけれども、まずこの日本遺産がどういうものなのかということについてですね、最初にお話ししていければなと思います。日本遺産はですね、地域の歴史的魅力であったり特色をですね、外に発信していく、一番は、これ国がやってるんですけれども、インバウンド、今結構全国的によくニュースとかに言ってますけれども、インバウンドにどう訴えていくかというところを目的とした、取り組みでして、ストーリー自体を日本遺産として認定する仕組みです。で今全国で、当初は100件国が、登録、何々100選みたいな形でですね、認定目指してまして、令和2年でもう認定自体は終わったんです。で今104件全国にストーリーがあります。で皆さん結構文化財、今日多分興味がある方が来ていただいていると思うんですけれども、文化財って結構、ストーリーではなくて、八代城だったら八代城が何らの指定を受けましたというのが今までの文化財の、いろんな国がこう認定したりする取り組みだったんですけれども、これは一つ一つの文化財ではなくて八代市全体のストーリーが、日本遺産というものに認定されています。八代市自体が、認定されたみたいなイメージを持っていただけた方が、なんかニュアンスとしては近いかなと思います。でここからが、世界遺産との違い、先ほどちらっと言いましたけれども、世界遺産はですね、歴史であったりとか自然遺産とか文化遺産とかありますけれども、そういう価値のある遺産を開発であったりとか破壊とかそういうものから守る、保護するっていうのが本来の目的です。結構今観光振興によく使われているイメージもありますけれども、ユネスコ自体はですね、保護を目的に考えているので、もう結構世界遺産取っちゃうといろいろできないことが多いです。建物近くに建てちゃダメですよとかですね、そういったのが世界遺産で、逆に日本遺産は、いろんな有形無形って書いてますけれども、お城である形があるものだったり、妙見祭みたいな形がない無形のものであったり、あとは指定文化財と呼ばれない地域にある祠であったり、いろんな地域の魅力も含めてですね、観光振興であったり地域活性化に活用することを目的とした取り組みが日本遺産というものです。なので世界遺産は結構国際機関がユネスコがですね登録してるんですけど、日本遺産は文化庁、文科省の下にあるですね、文化庁が認定する仕組みになっております。なのでここで、皆さんにお伝えしたいのは、世界遺産は守る面、日本遺産は活用する面に取り組みになっております。で、日本遺産の目的の方、なぜじゃあこういう取り組みを国がするようになったのか、ここが今回結構皆さんに、日本遺産どうしてお伝えしたいところなんですけれども、これまで文化財行政と呼ばれるやつですね、文化財を守ることが多かったです。一つ一つ、お城だったらお城、妙見祭だったら妙見祭とか、あとはもう水島だったら水島のあたり、それぞれを、価値づけを行ってですね、一つ一つの文化財を調査をして指定をして個別に保存とか保護していくっていうのがメインでした。でただですね、今日皆さん来ていただいている皆さんは興味がある方だと思うので、一つ一つ見に来ていただいた時に、このお城にはこんな歴史があったんだとか、今回築城400年八代城になってますけれども、そういうのをしっかりこう現地で見ると面白いなと思っていただけると思うんですけど、結構一般の皆さんからしてみると、それだけじゃ言っても何が何でも分からない、お城があるには分かったけど詳しい歴史までは知りたい、よく分かんないなとか、あんまり身近に感じづらいっていうところもあって、なかなか十分に伝わらないという課題がどうしても出てきているという状態でした。でそういう現状があったので、国の方がですね、これからの文化財行政として書いてますけれども、その一個一個の文化財自体はすごく価値があるんです。で指定になってなくても、皆さんの結構町内であったりとかに、いろんな祠だったり歴史的な言われがある場所があると思うんですけれども、そういったものを面でつなげて、面というのは今回の日本遺産でいうとストーリーということになるんですけれども、一つ一つお城がこんな歴史がありましてを深掘りするプラス、その例えばお城と干拓がどんな関係があったのかとか、そういうつなぎにして具体的に活用を発信するという、取り組みが今後ですね、
結構国を中心に行われていくかなと思います。で、保存活用することによって、まあ、年齢文化財を伝えてつなげてですね、地域のブランド化しようとか、あとは郷土に対する郷土学習に使っていこうとかですね、よりこう文化財を身近に感じてもらうですね、取り組みを進めていこうということを国が最近進めております。で、今日日本遺産を考えるすごく大事な文化財の一つのポイントとしてここに書いておりますけれども、文化財を取り巻く環境が近年大きく変わってきてますよというところで、これまでは保存継承を守ることを一番に考えてきてました。正直ですね、ただこれからは守るのはもちろん、守らないと何もできないので、保存継承するだけではなくて、周知とか、地元であったり、あとは外の人に知ってもらうとかですね、あとは活用していく観光振興だったり、地域振興だったり、町づくりであったりとかですね、最近地域によっては都市計画とか文化財をもう中心に据えて町づくりをという地域に出てきています。で、保存活用していく担い手もどんどん変わっていく状態になってまして、今まではどうしても文化財所有者さんに管理をお願いしますだったり、またはもう補助金とかで行政がお手伝いをするという形が大きかったんですけれども、これからは社会全体ですね、今日来ていただいている皆さんが普段こうお掃除する中で文化財をきれいにしていただくような取り組みをこう増やしていったりとか、あとは企業の方が文化財を守る取り組みにいろいろ寄付とかしていただいたりとか、あとは除草作業一緒にやりましょうとか、あとはまあ行政もそれそこに入っていって、社会全体で地元の宝は自分たちで守っていくんだというのが結構今大きな流れになっております。なので私日本遺産、今日はストーリーのことも後でこういうのに書いてあるですね、ストーリーの内容も説明していきますけれども、私は日本遺産とか、あとは築城400年とか、こういうきっかけでですね、地域に自分の、八代城は見やすくあって結構有名ですけれども、皆さんのお住まいのところそれぞれに地域の宝物があるはずなんですよ。それを自分たちでまず楽しんでいただいて、で皆さんが楽しんでいただいたらそれを友達に伝えていただいて、そういったですね、輪をこう広げていってほしいなと思います。なので今日の話をそういったもののきっかけにしていただければ私は嬉しいです。で、今までが、日本遺産のなんでこういう取り組みが始まったかっていう話だったんですけれども、もう日本遺産の内容に今から入っていきますので、で、日本遺産の認定を受けるやつ仕組みなんですよね。で、指定文化財とかと一緒で文化庁の方に申請をして認定していただいて初めて日本遺産になるという取り組みなんですけれども、ストーリーに求められる内容がですね、いくつかあって、地域の歴史文化とかの特徴をちゃんと踏まえたストーリーなので、全く地元と関係ない話はしちゃダメですよというところです。八代にも来たことがある豊臣秀吉がいっぱい活躍したストーリーとかはちょっと地元から離れすぎているというところでダメであったりとか、あとはこれちょっとストーリーの中核に地域の魅力を発信する明確なテーマなので、ストーリー、いろんな小説とかも明確なテーマがあると思うんですけれども、主人公がいっぱいいすぎても話が分かりづらいので、何がストーリーで言いたいかっていうのをちゃんと分かりやすくするとともにですね、文化財をちゃんと、文化庁の取り組みなのでストーリーの中に入れてくださいというところと、あとは単にここが一番大事とずっと言われてきたんですけれども、地域の歴史や文化財の価値を解説するだけではいけません。なので一個一個の文化財に価値があることは本当に文化庁も理解していているんで、それをただ説明するわけではなくて、地域の皆さんに分かりやすくストーリーにしないといけないというのがここに書いてある。で、日本遺産を申請することができるストーリー2種類ございまして、八代は最初に言っておきます。この地域型という一つの市町村でストーリーが構成されているストーリーです。で、熊本、あとちょっと後で説明するんですけれども、あと2つ熊本県内にストーリーがあるんですけれども、その2つはですね、シリアル型と呼ばれて、いろんな自治体にストーリーがこうまたがるやつですね。例えば県北の例でいくと、菊池川流域自治体が、ストーリーを
一緒に作ってで認定されているというものがあります。2つの種類がありますという意味ですね。で、年に1回文化庁に申請をして、まあ、先生たちがこうストーリーを読んで面白いか面白くないかとかいろいろ審査を受けてですね、審査されます。で、申請するときは市町村が出してくださいということだったので、八代の場合は八代市の方が文化庁の方にストーリーを作成して提出しました。で、ここが結構私ストーリー書いた張本人なんですけれども、一番難しいところでして、ストーリー書くときに国指定と国選択の、ここだけなんか文化庁らしいっぽいんですよね。国指定の文化財か国選択の文化財をストーリーに1個は入れないとそもそもストーリーを認めませんよというところがありましたので、後で説明には出てくるんですけれども、八代の場合はですね、干拓の碑文であったりとか、あとは築城400年迎えるお城だったりとか、あとは国の名勝の水島とかがですね、ストーリーの中に文化財として出てきます。で、八代市、先ほど、一つの自治体で申請したということで認定されたとお伝えしたんですけれども、そこにもまた条件がついてまして、まあ、ここは後でちょっと簡単には説明するんですけれども、この歴史文化基本構想というものを作っているか、あとは世界遺産になっているものがその自治体ないとストーリーできませんという条件がございました。で、後でそこの内容をしっかり説明するので一回先に進みますけれども、で、認定審査もこれはありまして、で、結構ですね、これ審査員の先生方がいろいろいらっしゃるんですけれども、皆さんがご存知なところは小山君堂さんとか分かりますかね。あと漫画家の里中真知子先生とかですね。で、まあ、漫画家さんであったりとか、あとはまあ観光庁の長官とかですね、観光分野の人であったり、広瀬和夫先生とかは歴史の先生なんですけど、まあ、いろんな先生方がいます。歴史分野、観光分野、あとは日本の文化であったり、いろんな先生たちが我々が提出したストーリーを読んで面白い、面白くないでという、まあ、審査をしていただくような形になります。なので、本当にこの先生方の中にはあんまり文化財のこと詳しくない先生もいらっしゃるんですよね。なので、何よりもストーリーが面白いなというところ、まあ、八代の魅力がストーリーを通じて伝わるかどうかというところが審査においてすごく重要されます。そういったところをここにちょっとまとめておりますけれども、まあ、ここ、文化庁は我が国の魅力をストーリーがちゃんと伝えていることという条件を書いてますけれども、まあ、地域の魅力をストーリーを読んで、まあ、分かるかどうかというところですね。かつ興味深さ、面白いかで、斬新さというのは、八代局はお城とか日本県祭はこれまでいろんなところでストーリーになっていたりとかパンフレットとかなってると思うんですけれども、そういったものではない、今までこう着眼、あんまりこう日が当たってこなかったような隠れた魅力をストーリーに打ち出せているかという部分であったり、専門的な知識がなくてもストーリーを読みやすいか、あとは他の地域との違いですね、まあ、オンリーワンなところがあるかとかですね、あとは地域性とか、そういうところがストーリーの中に求められていました。で、もう一個はこう大事なことがございまして、ストーリーが面白いだけではなくて、まあ、日本遺産を取った後に地域づくりに日本遺産をどう使っていきたいかという部分も申請段階で計画案を出さなくてはいけなくてですね、その時に必要になっていた条件が、まあ、日本遺産で書いてますけど、地域の宝物というところで読み替えてもらって大丈夫です。地域の宝物を、まあ、どう地域づくりに生かしていくかという、まあ、ビジョン、将来像をちゃんと描けているかという部分と、あとはそういう宝物を紡いだストーリーをどう発信していくか、まあ、ストーリーとって終わりじゃダメでな、日本遺産とって終わりじゃダメですよというところですね、の条件になっておりまして、つまりまとめると、まあ、読んでストーリー読んでいく、八代に来てみたくなるようなストーリー、かつ、まあ、町づくりとか観光振興に日本遺産とか地域の宝物をどう生かしていくかという計画ビジョンがちゃんとありますかというところが審査基準になっていました。で、先ほどちらっと言ったんですけれども、八代地域型1個の市町村でやらなきゃいけないというところで、歴史文化基本構想というものを作らなきゃいけない、
という条件がございまして、つまりですね、歴史文化法基本講座が何をしなきゃいけないかというと、この作成を通して、まずは八代、今広くなってますけれども、八代市内の歴史文化、どんな特徴があるかというのをちゃんと把握してくださいねと。一個一個ではなくて、すべてこう八代を広く見たときに、地域にどんな魅力があるかを把握してください。と、あとそれぞれの、まあ、宝物ですね、まあ、文化財とか歴史文化遺産という言い方をしますけれども、を保存して活用していく上での課題をちゃんと把握してください。後継者不足が深刻なのか、後継者はいるけどなかなかこう財源の面も厳しいのかとか、あとは、まあ、後継者とか財源あるけど皆さんがそれにその宝物のことをあんまり気づいていない、地域にはあるけどあんまりまだ知ってる人がいないとかですね、そういう課題があったりっていう部分を把握してください。でプラスそれらを踏まえた上でですね、まあ、歴史文化を生かした地域づくり方針ですね、まあ、明確にこれをしますというよりもこういうビジョンで文化財を地域づくりに生かしていきますという方針を定めてくださいというものを、この歴史文化基本構想というものでやってくださいということでした。で、歴史文化基本構想、先ほどの一番最初に奥村の方から私が入庁以来携わったと説明していただいたんですけれども、平成29年に私入庁しまして、入ってからすぐにずっとこの仕事をしておりまして、平成30年の12月に作成したんですけれども、紙にするとちょっともうだいぶ私使い古してるんで古くなってるんですけど、このような結構ですね厚みがあるものになってまして、これ自体は市のホームページの方に載せておりますので、歴史文化基本構想とか入力していただけると誰でも見ていただいて、誰でも印刷してもらって大丈夫です。で、私が言うのもなんですけれども、私はちょっと自分の話を一周しますと、私は八代出身ではないで、生まれが長崎で、育ちが熊本市内で、外から八代に平成29年に来ました。で、なので外から見て八代すごい魅力がたくさんあったんですよね。私学芸員という仕事をしておりますので、歴史文化がものすごく好きなんで、で八代いろんなところに入庁してこれを作る上で各地に行かなきゃいけない、五箇所行ったり坂本に行ったり、いろんな鏡船長いろんなところ行きました。そういう魅力を私外からの視点とかで見て、あとは専門の先生たちにもご協力いただいてまとめた一冊になっておりますので、結構皆さんのお住まいの各地域ごとの文化財もいっぱい載せておりますので、読んでいただけるとすごく面白い話かなと思います。でそういったのをまとめた内容はですね、宣伝になりますけど、今年の12月ですかね、の歴史講座の連続講座のところで、文化課の職員が話すと思いますので、12月も受けていただけると日本さんとのつながりも分かりやすいかなと思います。で、話を戻すと、この歴史文化基本構想を作りました。で、その中でまず八代の、土地の地理的な整備をですね、行っていくわけなんですよね。平成17年にこういった合併によって成立しているので、かなり地域が広いですね。八代海の面するところから宮崎県の県境までですね、結構広いです。これ結構県外でこの話するとこんなに広かったんだねと、皆さんなんか新幹線で通るので海辺のイメージは、あとは五箇所は皆さん知ってるっていう、これをよく県外とかでお話すると言われるんですが、こんなに広いんだって。まあ人口熊本県で、ね、皆さんご存知だと思うんですけど、面積も一番は上天草市だと思います。で、結構東西南北も案外広いので移動にすごく時間がかかるので、かなり広大な面積になっています。で、その中の、まずはどういう特徴があるかというのを、概要でまとめていきました。面積こんだけ広い土地ですけど 75% が山間地というところ で、その山間部では、昔はですね、焼畑農家とか林業で栄えて、今はですね、お茶であったりとか、あとは東洋とか生姜であったりとかですね、栽培が盛んな地域っていうのが山間部にございます。で、平野部とかにも目を移していくと、球磨川ですね、日本最大急流の一つである球磨川の河口っていう特徴だったりとか、あとは後でちょっと話またしっかりしますけど、この今ある平野部の3分の2が干拓によって出された平野という部分
で、そんな平野部では球磨川の豊富な水資源と、あとはその干拓地を生かしてですね、いぐさとか今のお米、トマトの全国有数の農作物の産地になっていて、あとはそういう農作物だけではなくて、水があるということはいろんな工場も来るというところで、水産工場だったり、メルシャン酒造をはじめとしたですね、県内有数の工業都市としても発展してきたというところが特徴であるなということをまとめていきました。トマトであったり、で、まあ、熊川ですね、この橋を登るといいなと思いますけれども、あとはあの平野ですね、ここは龍宝山から撮りました、これ私が撮った写真です。であとは、いぐさの田植えであったりですね、こういったものが、まあ、土地で育まれてきたものになります。で、歴史文化の特徴の概要を、まあ、ざっくりとまとめていくと、まあ、まず一つ目が、昔から続く 国際港湾都市として、交通の要衝として八代は代々発展してきたという特徴があります。で、海、八代海と川の道ですね、球磨川をつなぐ交通の形成です。昔はやっぱり海とか川の交通というものがすごく重視されてましたので、そういったところに発展してきて、まあ、古代からと書いておりますけれども、次回ですね、8月、古墳のお話の方をですね、講座の方でしますけれども、古墳時代もですね、もうあの海を通じた交流しておりまして、古代から多くの船がおそらく八代海を行き来してたんだと思われます。で、八代は海上交通、あとは、まあ、異国と書いてますけれども、江戸時代とかになってくると南に薩摩がいて、あとは、まあ、外国からの船も見張らなきゃいけない。で、もう少し時代を遡ると朝鮮出兵の時、小西行長時代はですね、八代を拠点にして外にという部分もございましたので、そういった部分でも重要な場所で、陸路としても薩摩街道が通っていたりとか、で今は高速道路も通ってますし、で鉄道 JR の普通の鈍行もありますし、新幹線もありますし、で昔から八代は、まあ、今とそんなに変わらないんですよ。港もあって道もあって、で多くの人々が行き交う土地でした。でそういう中で、まあ、お城が作られるんですよね。築城400年を迎えた八代城であったり、その前は麦島城があって、でその前は古本城があって、代々お城が作られてきて、お城があるということはどういうことが起きるかというと、まあ、城下町とか人が交流が起きるので、どんどん町が発展していくという部分があって、そういったお城が継続的に築かれたことによって、まあ、各地からいろんなこう交流があってですね、城下町発展していって、いろんな文化が入ってきただけではなくて、いろんな物資も入ってくる、文化も物資も入ってくる。その中で、まあ、八代妙見さん、結構異国情緒あふれる獅子舞さんであったりとかですね、もう長崎から来たりとか、結構異国情緒あふれる文化、多彩な文化を育むことになりましたというところで、これもあのストーリーにしっかり関わってくるんですけれども、城下町とか人口が増えるとどうなるかというと、どうしても食べるものを増やさなきゃいけないし、でより発展をさせるためには、まあ、高、昔でいうと小高ですね、というところ住む場所も必要になってくるというところで、干拓をして八代は土地を広げていくことになります。でその中で八代もともと奥の地の貧地と呼ばれていたほど、まあ、小高が少ない地域だったんですけれども、まあ、それを、まあ、並々ならぬですね、先人の努力によって、まあ、干拓事業、まあ、江戸時代から昭和の初期までずっと八代を続けていくわけなんですけれども、その中で干拓事業を何回も行ってきて、今の八代平野ができました。で、この干拓事業はですね、土地を生み出しただけではなくて、まあ、雇用も生み出すんですよね、公共事業なので。で、その中で膨大な数、多分あの資料を探していても、正確に何人が携わったかまではまだ分からないぐらい、かなり多くの人が携わったとされます。まあ、天草から働きに来られている地域、周辺の地域からもたくさん人が働きに来ています。で、その中で、日本遺産のストーリーも出てくるんですけれども、まあ、石工たちであったり、石工さん、大工さん、あとは設計する人とかですね、あと工事を監督する人とか、いろんな人が仕事に携わって、でそれで長いこと、まあ、こう安定した雇用があるというところで、まあ、
最初にもネタバレしておきますと、あの日本遺産のストーリー、石工がかなり大事になってくるんですけれども、まあ、石工さんたちがその長い年月の中で技に磨きをかけていってですね、まあ、紐であったり、あとメガネ橋ですね、まあ、そういったものも技術の発展にもつながりましたというところがございます。で、歴史文化基本構想自体を見ていただくと、ちょっとこれ見づらいので、あの皆さん興味持っていただいた方、図書館にも歴史文化基本構想を見ておりますので、見ていただければなと思うんですけれども、いろんなグループ分けをしているんですよね。ここは球磨川流域であったりとか、あとは五箇野荘とかですね、あとは干拓地とか城下町とか、いろんなグルーピングをして、それぞれに日本遺産と同じようなストーリーを作っております。この地域にはどういうストーリーで地域の宝物をつないでいけるかというところで、関連文化財群と書いておりますけれども、ストーリーを作っております。で、それぞれのタイトルを、一応ですね、長いタイトルになってますけど、各ストーリーごとに題名、タイトルをつけてですね、皆さんにも分かりやすいように、歴史文化基本構想の方にはまとめてあります。で、一例を言うと、まあ、干拓地には、こういう、碑文であったりとか、堤防があります。どういう文化財があって、ここ地ちょっと小さいですけれども、この地域にはどういう特徴がありますよっていうのが書いてある。で、地域の宝物がどういうところにあるかっていうのを地図でもお示ししているような形です。で、球磨川河口、まあ、城下町周辺はどういうものかであったりとか、あとは東洋ですね、あの眼鏡橋とかがいっぱいありますけれども、東洋であったり泉とかには、どういう特徴があるかっていうのをまとめたりとか、あとは五箇野荘ですね、をまとめていって、でそういった、まあ、特徴であったり、その中でやはり後継者不足だったりとか、あまりこう、私、あの日本遺産を頑張ったきっかけでもあったんですけど、皆さん、地元の人に、地域にどんな魅力ありますかと私、聞いてもらったのは、正直、外から来てわからないことの方が多かったので、じゃあ、うちには何もないよって、どこであるでしょう、城とか。あとはなんか、この祠は何ですかねって言ったら、いや、当たり前になりすぎて、ちょっとよくわからんねとか、そういうことが多かった印象だったんですよね。なので、外から来た私としては、各皆さんが今お住まいになられているところにも、すごく魅力的な宝物がたくさんあったんですけれども、そういったものを地元の皆さんは多分生活に溶け込みすぎてるんですよね。なので、当たり前すぎて、もう価値以上のことではなくて、ちょっと下に、いや、これもあれでしょみたいな、という認識があるなって思ったので、まあ、そういった部分、認識を変えたり、自分たちの地元にあるものは、日本に誇れる、世界に誇れるものなんですよっていうのを、ちょっと、そういう機運を盛り上げていきたいなっていう部分があったり、そういう、まあ、いろんな地元のそういう認識が不足している部分であったりとか、あとはどうしてもですね、まあ、後継者不足をどうしていったらいいかとか、文化財だけでは解決できない問題もかなりあります。どうしても人口が減っていくというところは、文化財をどう生かしても人口が増えることは正直望み薄なので、まあ、他の部署と連携してどういうことをしていけばいいかとかですね。あとはこの伝連館のような施設を活用して後継者育成をしていこうとか、そういったものをですね、地域の魅力をまとめるとともにですね、そういった今後の方針も歴史文化基本構想でまとめました。で、その中で、じゃあいろんな課題とか地域の魅力は分かったけれども、まあ、日本遺産では何をしたいかというところを端的に、まとめると、まずはこっちは外向きの目標、こっちが八代市内向けの市民の皆さんに対しての目標というところで、外向きのことは八代の魅力をやっぱりどうしても外の皆さんですね、国内外、まあ、まずは九州県内、まあ、まずはその前は熊本県内だと思いますけれども、国内外に発信をしていきたいという部分と、やはり文化財はもう今までずっと地域の皆さんが守ってこられた地域の宝物ですので、それを地域活性化だったり、観光振興にしっかりとちゃんと活用していけるようにしたいという部分が外向きのことと、内向きの話でいくと、まあ、市民の皆さんにですね、まずは日本遺産とか、あとは築城400年もそうですけど、こういう何か認定を受けたりとか、メモリアルイヤーだったりすると、そういうところに目を向けていただけるので、それをきっかけとして、八代の魅力を皆さんに再発見していただきたいなという部分と、
それを通してですね、地元のことを皆さんにより一層好きになってほしい。特にですね、若い子とかはどうしても就学とか就職で外に出てしまいますので、そういった子たちが外に出た時に、いや八代俺の地元ねってこんな魅力があってっていうのを誇れるような地域にしたいなと思って、日本遺産のストーリーを書いていきました。で、日本遺産認定までの流れがございまして、すんなり1回目で認定されたわけではなくてですね、で私が入庁した平成29年に八代市が日本遺産を目指すということを決めましたので、市長より認定を目指しますという決意表明があって、で翌年にこの歴史文化基本構想を作成して、地域の課題、魅力であったり課題を、しっかりとまとめました。それと並行して1回目のストーリーを書いてたんですよね。で、この1ヶ月後ですね、1回目のストーリーの申請を出したんですけれども、残念ながら1回目は認定になりませんので、で、その理由といくと、1回目のストーリーはですね、主人公が分かりづらい、ストーリーのテーマがちょっと分かりづらいというところもあったみたいで、1回目はいろんな構成文化財自体は変えてないんですけれども、主役が一個一個の文化財に置いてしまってたんですよね。八代城はこんな魅力があります、干拓の紐はこんな魅力がありますよ、そういう歌い方をしてたんですけれども、それじゃあちょっと地域の良さがこう伝わってきづらい、お城はどこにでもあるでしょうとか、正直審査員先生に言われました。全国いっぱいお城あるけど、それとどういう違いがあるのという話とかですね、そういった部分での課題があったりして認定になりませんでした。で、2回目、令和2年のですね、1月にもう1回再チャレンジということで今お配りしてます。これがもうストーリーのそのままです。出したストーリー一言一句変えてますを、提出しまして、で、令和2年6月19日今日6月19日この講座を開いた理由はですね、今日が認定日です。なので2年前の今日ですね、日本遺産の認定をいただきました。なので、2歳という感じですね。で、この全国、こんだけ日本全国広い中でたくさんストーリーがあって、104件のストーリーがあります。なので皆さん多分このストーリーを一からずっと読んでいかれてもすごく楽しいと思います。なんか日本の旅行をしている気持ちになれるかなと思います。このストーリーもすごく面白いストーリーなので、ぜひご興味いただけたらですね、他地域の魅力も知っていただいたら嬉しいなと思うので、でこんだけのストーリーがあって、九州、熊本をちょっと拡大しますと、九州でいくと14件ですね、ストーリーがあって、で予想なんか赤色が多いよねと思われて、これ八代は青色なんですけれども、なんで八代だけこの青色の点なんだろうということはですね、八代だけ一つの自治体でストーリーが完結していて、他の地域はいろんな市町村が絡んでストーリーを構成しております。で、なぜ八代が一つの自治体で日本遺産を目指そうと思ったか、考えたかと言いますと、やはり公益合併をしていて、やはりその後に例えば泉の人のお話を私聞きに行った時とかに、いや妙見祭はよそのとこの祭りだけ、あっちのことはようわからんもんだと、そういったのがやっぱり各地域にあるとあったところで、それを一つの自治体の中でストーリーを構成することによって、八代市が一体となってですね、歴史文化を生かすということをちょっと今後やっていきたいなという中で、一つの自治体で日本遺産を目指して、無事認定を受けるという運びになりました。で、熊本県内あと2つあると申しましたけれども、一番熊本県内先輩、一番最初に認定を受けたのはですね、人吉熊の相良の文化をストーリーにまとめたものです。これ平成27年に認定を受けております。で、その2年後ですね、先ほどちらっと話しましたけれども、内川隆起 のお米作りの文化ですねというものをストーリーにしたものが認定を受けております。じゃあ八代はどのようなストーリーが認定を受けたのかと言いますと、先ほど私の方で最初にネタバレしちゃいましたけれども、
八代の歴史文化、あとは風土ですね、の特徴をいろんな魅力があると思います。あの歴史文化基本構想にたくさんいろんなストーリー書いたので、各地域たくさんいろんな魅力があるんですけれども、切り口の一つとして義宿を主人公に据えてストーリーを展開することができないかというところで、義宿の活躍を中心に発信することができないかという着眼点でストーリーを構成しました。で、4章立てになっておりまして、それはこの各章ごとはですね、今日お配りしているこのストーリーの本編にしっかり書いてありますので、講座が終わってお戻りになられたらとことあるんですけど、読んでいただけると、まあ、各章にはこういうことが書いてあるんだなというのは分かっていただけるかなと思います。で、正直日本遺産ですね、書くときいろんな条件があって、正直これ以上枚数も増やせなかったんですよ。もう原稿用紙とかも何文字以内の指定もあったので、書きたかったことたくさんあるんです。書けなかったこともいっぱいあるんですよ。あとは意識も主人公で据えること今決めた上で、やはり他にこう出したかった登場人物がたくさんいたんですけれども、そういうのができなかったというところもありましたので、そういったもろもろとかをですね詰め込んで、こういうパンフレットを作って、ストーリーで書きたかったこと補足事項をいっぱいこういうパンフレットに載ってますので、このストーリーを読みながらこのパンフレットも一緒にご覧になっていただけると、よりストーリーが分かりやすくなるかなと思います。で、まあ、意識の活躍を物語の軸として、ここからが日本さんのですね、ストーリーの話になっていきますけれども、地域の歴史、文化、風土の特徴をストーリーとして6つ紡ぎというところ。で、これはもうストーリーの概要そのままなんですけれども、概要の方は私の方で今日一度お読みしたいと思います。かつて全国で築かれた眼鏡橋を今も多く見ることができる熊本、その仮説の多くに地域の八代地域で生まれ育った意識たちが携わったとされています。彼らの卓越した手腕は日本各地で必要とされ、万世橋や通潤橋などの仮説を成功に導き、全国に名声をとどろかせました。そのため八代は多くの名石を輩出した石工の里と呼ばれております。石工たちは干拓に広大な平野と豊かな八代に広大な平野と豊かな実りをもたらした干拓事業や地域の交通を支えた眼鏡橋の仮設などに携わり、八代の発展と人々の生活基盤づくりに長きにわたって貢献する中で、己の技を磨き上げ、名もなき石から名石へと成長していきました。彼らが築いた堅牢な干拓碑文、川面に美しいアーチを描く眼鏡橋、見事な棚田の石垣など石造りのレガシーは104年経った今も町の景観や人々の暮らしの中に生き続けており、訪れる人々を石工の里へと誘ってくれますというものを、まあ一番最初表紙のところにですね、概要ということで書いております。で、内容で、構成文化財、ストーリーを文化財を使って紡いでいかなきゃいけないというのを結構先の最初の方にお話ししたと思うんですけれども、ちょっとここでは見づらいと思いますので、これはですね、地図自体はこういったパンフレットの裏についている地図をそのまま持ってきて使っているだけですので、しっかり見られたりするとかですね、こういうパンフレットであったりとか見ていただければと思います。で、ストーリーを書く上で意識したとか、合併する前の使用存ですね、一つずつは必ず構成文化財があるようにしようというところも意識してストーリーを書きました。なので泉の方にも、メガネ橋がありますし、坂本の方にもですね、メガネ橋がございまして、合併する前の九州町村一個ずつは皆様の地元には必ず、ストーリーに関わる文化財があると思っていただいて大丈夫です。で、詳細自体は話すとですね、もうあと10分ぐらいストーリーのことをつらつら話すことになるので、文字の方はもう一言一句必ずここに載せておりますので、これを後ほどですね、皆さんに読んでいただければなと思います。で、
ストーリーの本編各章に、まあ、どういう文化財があるかというのは私が今日説明、ちょっと簡単ですけれどもね、説明したいと思います。最初の、まあ、育まれてきた、まあ、石工たちのですね、今ちょっと忘れしたので反応します。育まれてきた石工の里の風土、なのでここで書きたかったことはですね、まあ、なぜ石工が育つ、まあ、基盤というか風土が八代にあったのかという部分をこの章で書いております。でこの水島、皆さんよく行かれると思うんですけれども、知っていらっしゃると思うんですけれども、この水島を、ね、名称としてストーリーに書いてるわけではなくてですね、ここ石灰岩という石でできております。石灰岩というと八代城の石垣にも使われているんですけれども、この実は石を切り出した跡が今でも残ってたりしてですね、そういう石材を八代で取れてたということが分かる場所の一つになります。そういったところで多くに取れる石材というのが八代にあったんだよというのをこの章で書いていて、その説明をするときに水島を使っているという部分と、あとは白島ですね、あの港の方に行っていただけると、もう今は島というよりも海岸で周りが土地に飲み込まれてですね、山になってますけれども、あの白島もあの良質な石灰岩が取れる場所でして、実際ですね、八代城の築城にあの島から石を切り出したという記録があったりしますので、そういったところで、まあ、石材の産出地としてですね、こういった文化財を入れております。でそれらを用いて麦島城が作られましたよという文であったりとか、八代城ですね、築城400年を迎えた八代城が、まあ、そういった八代さんの石材を使ってですね、そしてこの時は石工、私正直日本遺産のストーリーを調べるときにどういう石工が携わったか調べてみたんですけれども、やはりわからない、どこから来た石工なのか、どの技術なのかも記録に残ってないんですよね。なのでストーリー上は名もなき石工たちの活躍というところで、据えております。でそういった、まあ、記録に出てこない石工さんたちが地元の石材を使って代々町づくりをしてきましたよというのが第一章目になっておりまして、で今は平野部の話をしましたけれども、東洋、まあ、中山間地域の方に目を移すと、今この棚田、生姜が植わってますけれども、もともとお米を、育てるための棚田でした。で地元の人であったりとかにお話を聞くと、あとは、まあ、専門の先生にもお伺いしたんですけれども、おそらく、まあ、石工たちと一緒に多分地元の人がこうやらないと、できないということだったので、まあ、地域の人たちと石工たちが協力してですね、三田地域ではこういう棚田、きれいな棚田を作っている中で、まあ、石をこう使って町づくりをやるという風土が代々こう八代には受け継がれてきたというところもあります。あとはストーリーには書ききれなかったんですけれども、皆さんの球磨川の河口に都市を作るということも、まあ、正直リスクというものがどうしてもございまして、八代はやはり港を目的に都市形成をするという覚悟を決めたので、やはりあの2年前ですね、水害もございましたけれども、昔から水害と戦ってくると向き合ってきた地域です。その中で堤防であったりとか、まあ、やっぱり水害のために壊れます。あとはお城とかいろんなものを作りますけれども、まあ適宜修復しなくてはですね、町が維持できないという中で、お城とかこういったものだけではなくて、町を守る堤防とかそういうものを維持していくためにもですね、石工さんたちであったり大工さんであったり職人さんが代々、まあ、仕事をしながらですね、町を作ってきたという経緯があるので、八代がここに町ができているというのもすごく他のですね、干拓であったりとか石工の活躍であったりにつながってきます。で第2章のところで干拓の話をしておりまして、で皆さんはおそらくご存じだと思うんですけれども、結構県外の方にこの話をすると皆さんがびっくりされます。本当なのかということで言われて、まあ、これ推定ですけれども、干拓をする前はおそらくこのぐらいしか平野がなかった部分を、干拓によって、まあ、昭和であったりとかその今こちらの本が書いてありますけれども、このこれだけの広さの土地を干拓によって八代が、作ってきました。
で、まあ、こういう、まあ、タンパクと埋め立ての違いもですね、皆さんはご存知いただけていても、県外の皆さんとか、どっちも一緒なんですよ。タンパクって聞いたことないというような、皆さん、諫早とかの今のタンパクの話は頭にあっても、やり方は単語としては知ってるけど、あんまり馴染みがない地域がほとんどなんですよね。で、その中でこういった説明をする中で、石工さんたちとかは、こういう堤防であったりとか、あとは干拓地に水路を通さなきゃいけないので、そういう水路建設に石工が携わってきたんですよというのをストーリーの方に書いてあります。で、ここで名もなき石工が、まあ、名石工になっていく一つの転換点というものが、ストーリーの中に、まあ、気象転結でいうと、まあ、天の部分ですね。になっておりまして、まあ、岩永三五郎という石工、皆さんも聞いたことはあるかなと思うんですけれども、この石工が出てきて、まあ、干拓事業で活躍をして、で岩永という名称になって、でその口コミが広まって薩摩にも呼ばれて全国的に活躍するような石工になっていきます。で、そういった石工であったり、まあ、石工以外にもですね、大工であったり、あとはそもそも干拓をする上で欠かすことができない登場人物がいまして、このパンフレットにはですね、しっかり書いているんですけれども、金子良平であったり健之助であったりですね、そういったいろんな人の尽力によってですね、干拓やったわけなんですけれども、そういった中で、碑文であったりですね、あとはこれは岩永三五郎が書けたんじゃないかという言い伝えがですね、地元で残っていて、誰が書けたかは正直分かりませんでした。ただ、まあ、そういった橋が地域に残っていたりとか、で、岩永三五郎のお墓がですね、鏡の方にありますけれども、そういったものが残っているという部分であったりですね。あとは文政神社、皆さんの聞かれたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、干拓を従事した、まあ、特には金子義良平健之助親子であったりとか、まあ、干拓地を与えるような、神社になっておりますので、そういったものも構成文化財になっております。やはりこれはこういう神社とかは指定の文化財ではないんですけれども、この八代の干拓の歴史を語る上で欠かすことができない場所ですので、そういったものもストーリーの中に入っております。で、これはもう新しい紐になっていくんですけれども、まあ、今年の4月にですね、国指定史跡の方にも指定されましたけれども、明治時代に行われた、文築新地の干拓事業の時に作られた紐です。これも実はもう技術はかなり変わってますけれども、石造石式で作ってあります。で、これが昭和13年ですね、堤防が決壊したことによって昭和13年に作られた文築の二番町紐という紐なんですけども、正直もう昭和の13年ぐらいになれば、まあ、コンクリートとか石以外の、素材でもやってはよかったんでしょうけれども、まだ八代では石を使っています。ということは、ある程度この時代ぐらいまで八代では石を使って何かを作るという需要がまだそんなに全盛期ほど残ってないにしても残っていて、まあ、石工たちのそういう、育まれていたそういうレガシーがあった頃こそ、まあ、この時代があっても石造で紐を作っているという特徴があるのかなと思います。で、その後干拓ができてですね、まあ、岩永三五郎が出てきて、岩永三五郎は眼鏡橋を建てたりして全国薩摩とかに行ってですね、活躍の場を広げていくわけなんですけれども、ここからがまあ一つの大きなですね、また全国的に活躍する石工が出てくることになるんですけれども、橋本勘五郎という石工も皆さん聞いたことあるかと思います。で、橋本勘五郎は、まあ、時代的には岩永三五郎の少し後に出てくる石工さんでして、で、まあ、熊本県内でいろんな、まあ、八代にもですね橋かけたのはもちろんなんですけれども、この橋本勘五郎は東京に呼ばれます。で、東京の神田筋界の眼鏡橋、まあ南西橋と呼ばれる場所になってますけれども、であったりとか、あとは江戸橋の設計をしたりですね、東京に呼ばれてお仕事をしていて、またその前には通潤橋、まあ、熊本で一番有名な眼鏡橋って橋といえば何かと言われたらすぐ出てくる通潤橋であったりとかですね、そういったものに携わって、そういった、まあ、石工が八代で生まれ育ったっていうのがこのストーリーで大事なんですよね。
今まで多分通潤橋とかは、まあ、やっぱり大和町のもの、大和町にあるもの、まあ、八代の石工携わらせたバッテン、まあ、向こうにあげたと、あまりこう多くアピールできるものがあまりこう皆さん自信があるんですか。お話を聞きに行った時に、いやあれはもう大和町のやけん、そういう話を聞いてましたけど、そういった活躍をした石工がやっぱり八代で育ってきたっていうのをストーリーでは大事にしています。で、橋本勘五郎は、日本の近代化の足元を支えて全国にその名を驚かせた名石して、まあ、ストーリーの中では登場します。で、そういった多くの石工がですね、生まれ育った東洋の方には白髪岳天然石橋という、これはですね、人が作ったわけではなくて自然にできた土地なんですけれども、これ実は今後ろに木があってちょっと見づらいですけれども、メガネ橋みたいなアーチ構造になってまして、こういった地元にある、まあ、このような橋を見てですね、石工たちがこうメガネ橋の着想を得たんじゃないかという話が残ってたりですね、また関松館の近くにありますけれども、まあ、小さい橋がいっぱいあるんですよね。石工の種山の石工の、まあ、沿って一番最初にやり始めた人と伝わっている林子がかけた伝わる橋があったりとか、あとはここら辺から皆さん行かれたこともあるかなと思うんですけれども、まあ、川俣川をちょっと上流の方に行っていただけると六路橋っていう橋があったりとか、あとは一番ここが皆さん行くこと多いかなと思うんですけれども、笠松橋、写真もすごく綺麗に写りますけれども、こういった橋が地域に作られてきて、で、実はですね、東洋昭和4年までメガネ橋を作ってます。の石工のしか誰が作ったかも分かってるんですよね。真上仁太郎という石工が架けた橋が残っておりまして、ここもこれも未だに上車に通ってたり、現役で現役に使われています。で、神と人間を移すと薩摩街道沿いに作られた価値があったりとかですね。で、まあ、八代、これ軍で認定を受けましたけれども、いろんな橋が八代ですね、実は、まあ、46基ですね、まだメガネ橋残っておりまして、それら全てをストーリーの構成文化財として入れております。で、実はこの、まあ、メガネ橋どこから技術が来たかとか、石工が誰が携わったかっていう記録がですね、ほとんど残ってないんですよね。なので、こう皆さんが興味を持ってこう今からいろいろ調べいただくする中でですね、新しいことが分かればぜひですね、教えていただけるとストーリーがより深くて味わい深いものになっていくかなと思うので、皆さんの力も、いただければなと思います。で、逆になぜ記録がないのかというところも八代の特徴でございまして、ストーリーの方には書いているんですけれども、八代は他地域とは違ってですね、メガネ橋を作る上で地元の人たちがお金を出し合って石工さんに頼んでいるんですよ。というのも、まず前提でいくと、この時代のメガネ橋は今でいうと超最先端技術です。なので一般の人は手が出せないような、まあ、技術だったんですけれども、八代はそういった仕事をできる石工さんたちが、まあ、自分が住んでる近くにいっぱいいらっしゃったというところもあって、地元の人が自ら頼みやすかったんですよね。なので、正直、まあ、薩摩とか今の鹿児島とか行っていただくと、まあ、岩永三五郎が携わった、メガネ橋の石橋公園というところに保管されてますけれども、すごく大きくて立派なんですよ。それは公共事業で、まあ、公費をつぎ込んで作ってる、まあ、通潤橋もそうなんですけれども、あそこまでの橋を作るんですけれども、八代のメガネ橋46基で一番大きいのはおそらく六路橋であったり笠松橋っていうのが一番大きなメガネ橋の部類になります。で、小さいメガネ橋とか質素な橋が多い理由としては、地元の人たちがお金を出し合っているので予算が限られているんですね。なので、地域の人たちからこのお金で、この予算であそこに橋かけたいんだけどできるかと要望が出た、石工さんたちがおそらくですね、まあ、いろいろ知恵を絞ってですね、作られたので、まあ、規模も大きくないし、ただ、ただ装飾も全然ないんですよね。やっぱり手すり、今でいう手すりに当たる部分はないんですよ、基本的に。
という橋が多いんですけれども、裏を返せばやはり地域密着型でメガネ橋を作っていたので、そういった橋が多い。本当に地元に愛されている橋なんだなって思います。で、地元の方々、東洋とかのですね、方に話すと、あ、うちのなんか先祖の人がお金出したって言い伝えは聞いとるけどなとか、そういうのがですね、地元に残っていたりするので、八代市はそういった意味でこう、いまだに、まあ、一宿のそういう風土というか、一宿の里の空気感というのが地元に残っているのかなと思います。で、橋も羅列すると、これだけたくさんございまして、で、そういったもうパンフレットに、日本遺産のパンフレットにも載せているんですけれども、あとは石章館ですね、東洋の石章館とかに行っていただけると、ものすごくこう館長の方が詳しく説明してくださるので、ぜひですね、興味持っていただいたら、行っていただければと思います。これだけたくさん残っています。今46基ですけれども、当初はですね、まあ、100基近く、メガネ橋作られたという記録があります。ただやはり道路が拡幅されたりとか、新しい水路を作らなきゃとかなった時に、また河川改修とかですね、そういった中で、ここまで数は減らしてるんですけれども、それでも46基ですね、ほとんどが未だに現役です。人が上を通れます。というのが八代に代々地元の人たちに皆さんが守っていただいてですね、残ってるという状況になります。で橋本官五郎がですね、どんな活躍をしていたかというか、文書の方があるんですけれども、今の博物館の方に寄託をしてあるので、まあ、企画展であったりとかで、博物館に展示されることもあります。そういった中で、内務省、まあ、国の方からですね、いただいた証言であったりとか、江戸橋の設計図面とか、そういったものも八代に残されています。で最後の章では、今も皆さんの生活に、この石工の活躍だったりとか、八代の発展の歴史がどう今につながっているのかというところをストーリーに書いています。で、干拓地ができたことによって、まあ、副産物にはなるんですけれども、いぐさですね、八代といえば、今、いぐさ、トマトとかですね、皆さん、県外のところで話しても、八代のイメージ何ですかって聞いたら、あ、いぐさは知ってるとか。あとは八代亜紀さんはすごく多いんですけれども、あとはもう本当にそういった話が出て、その戦を作る基盤になったのが干拓平野で、その干拓平野ではそういう物産とか歴史文化とかもちろんなんですけれども、こういう小鞘節ですね、これ干拓の時に言った労働家なんですけれども、その小鞘節、これ結構八代海沿岸広く今広がってまして、八代にこう出稼ぎに来た人が地元に帰って伝えたりとかしてる、こういう文化が育まれたりとか、あとは船長の女相撲です。これは新しい神事を作った時の地固め、本来はですね、地固めの神事として行われていたものが、まあ、いつから最初は多分本当に力士がやってたということみたいなんですけれども、徐々にこう女性が主体でやっていくようになって、今は男性これ上がることができないですよね。なのでこれすごく面白くて、一時結構全国的には土俵に女の人が上がって、ちょっといろいろニュースがあったりとかしてたので、かなり取材がたくさんあって、あとこう本当に厳格に守ってまして、くまモンがここに撮影に来て取り組みした時も、おさげをつけてくまモンここお相撲されました。おさげくまモンがお相撲したりとかですね、そういったいろんな豊かな文化がですね、干拓地には入り込まれて、その中で娯楽として、披露されるようになった、こういった棒踊りであったりとかですね、土地もできましたし、あとは石高も上がってきたのはもちろんなんですけれども、こういったいろんな文化もですね、こういった発展の中で培われてきたものになります。で、突然、中山間、これ最後の構成文化財なんですけれども、で東洋の方にですね、行っていただくと、地元地域にこういう特徴的な灯籠があるんですよね。で地元の人は当たり前すぎてどこにでもあるって言われたんですけど、全国私、大学時代とかいろんな灯籠の調査もしましたけれども、九州では見たことないです、こういうのは。でそういったこういう、遊び心といいますか、石工たちの技術力の高さを示すですね、そういった宝物が地元にあるというところでストーリーの方に書いてあります。
で今までがこうストーリーの話をしてきたんですけれども、まあ、いろんな魅力があってそれをまとめたストーリーがそれをまあ今後どのように生かしていきたいのかっていうのを最後にちょっとだけですねお話しして終わりたいなと思います。でもうずっと今日はなんかいつも話ばかりしすぎだろうと思われるかもしれないんですけども、私やはりこう日本遺産を目指す上で一番考えていたのは日本遺産インバウンドというものの私の中では日本遺産を地元の皆さん市民の皆さんが地元を好きになるきっかけにしたいという思いが一番強くて、それをまあエネルギーにしてやってきたので、まずは皆さんに日本遺産を通して地元の魅力、このストーリーだけではなくてこれに書ききれなかったいろんな魅力が皆さんのお住まいの地域になります。普段何気なく見ていた水路が実はお堀の跡だったりとか、また何気なく見ていたお地蔵様が何かすごい言われがあるものだったりするものが皆さんがお住まいの地域にあります。で我々もそれを把握できてないものがたくさんあります。なので地元の人たちにこれをきっかけにそういう視点をですね持っていただいて一緒にこう地域の宝探しをできればなと思っております。でここは石工の里八代の誇りの思いと、これ日本遺産 の発表資料なのでそうしてますけれども、まあ、市民の皆さんが八代ですね、八代のことを誇りに思って自分たちからこう、まあ旅行に行った先とかでどこから来られたんですかって言った時に、あっちから来てうちの地元こんなのがあってねとか、あとはそういうですね外に自らこう発信していくような、まあ、機運を作るという、まあ、この講座もそうなんですけれども、そういった取り組みであったりとか、あとは、まあ、どうしても地域活性化に生かすとなるとよそから人を呼ばないことにはなかなかまあ、お金のですね地元に落ちていかなければなかなか厳しいところもあるので、こういった金を醸成する中で、まあ、観光客受け入れの体制の強化と対するだと書いてますけど、私の皆さんにお願いしたいこととしてはですね、私もいろんなところ観光行くんですけれども、まあ、パンフレットとかで調べて何々っていう文化財どこにありますかって町の人に聞いたときに、いや、わからん、そんな知らんよって言われて寂しい思いしたことたくさんあるんですよ。そうではなくて、よそから来ていただいたときに、その文化財の説明を皆さんできなくても大丈夫です。ただ、何々ってどこにありますかと、まあ、もし尋ねられたときに、あれだったらあそこにあるよとか、そういったですね、そのフレームのハードルの低さは全然大丈夫なので、そういったですね、案内という部分を皆さんができるような機運をですね、徐々にこう、育んでいければなっていうのがあって、で、その中で、まあ、徐々にですね、そういう魅力を国内外に発信して、この外に発信するという取り組みは、我々、昔の文化であったりとかも、すごく力を入れていかなければならないなと思ってるんですけれども、そういったものもしっかり、まあ、市としても行っていきたいと考えております。で、まあ、それをこう、まあまあ、簡単にまとめてですね、こんなイメージですと書いてるんですけれども、まずは、皆さん、市民の皆さんに地元のことを知ってもらって好きになってもらう。で、その後に、まあ、地元を中心としてどんどん縁が広がっていくようなイメージで情報発信をしていって、まあ、多くの人にですね、八代のことを知ってもらえたらなっていうのがこの一番になります。っていうのをこう赤字とかにしてですね、書いております。ここはもう私が今までいっぱい喋ったので、こう軽く触って終わります。でそういったものをですね、一応八代はですね、日本遺産を認定受けた後はですね、実は市が中心になるわけではなくて、市も参画した日本遺産を推進する組織を作らなくてはいけないっていう、まあ、決まりがありまして、その中で認定直後、八代市日本遺産活用協議会という協議会を作ってですね、その中で、まあ、どういう、まあ、戦略で日本遺産を生かしていくかというものをまとめました。でまあ、その中で、まあ、ブランディングイメージ、どうしても、まあ、こういうこのポロシャツもその時にデザインしたんですけれども、こういった、まあ、広報活動するときにどんな上り旗を作ろうかとか、そういったものも、その時に考えました。で、まあ、重点事業として4つ大きく分けて作って、やはりまずは守っていかなきゃいけないのかというところで、まあ、
去年の例になるんですけれども、東洋の笠松橋っていう橋をですね、地元の皆さんと一緒に除草作業したりですね、して、まあ、自分たちの地元の宝物を、まあ、自分たち、まあ、我々行政もすごく一緒に連携しておりますけれども、みんなで守っていくという取り組みを、やはり進めていかなきゃいけないなと思います。そのためには、まあ、今日来ていただいている皆さんに、魅力であったり本人さん知ってもらうのはもちろんなんですけれども、これからやはり、まあ、コロナ禍でなかなか今までできてないんですけれども、学校現場ともしっかり連携して、子どもたちにですね、地元の魅力がどんなものがあるかっていうのを知ってもらうことが、こういうのこういった取り組みにつながるんだろうなと思っております。で、その中で仕掛けとしては、まあ、イベントっていうものもですね、やはり外から人が来てもらったりする上では大事ですので、まあ、笠松橋、これ一回モニターツアーの一環としてやったんですけれども、桜が咲いてる時期にここでお弁当食べましょうとかですね、そういった、まあ、文化財をただ見るだけじゃなくてその場を体験するような取り組みをですね、行っていければなと思っております。で、今年始めようと思っているのが一個ありまして、こう日本遺産っていうものをきっかけにしてですね、まあ、地域のそういった歴史文化であったり、そういうものを使って、まあ、皆さんだから事業をやりませんかということで、事業プランコンテストというものを今年度でもそろそろ素案が固まって皆さんにお示しできるかなと思うんですけれども、そういったものもやろうかなと思っています。で、皆さんも手を挙げていただければです、ね、例えば笠松橋のところで、まあ、なんかランチ会を企画したい、そういった企画をですね、いろんな方、あとはお城のところでこういった取り組みをしたいとか、そういったものを募集して、それにその取り組みに対して、協議会の方が助成をして一緒にいろんな取り組みしますよという、そういったものもですね、今年行えればなと思っております。あとは、まあ、ガイドの育成であったりとか、こういう講座の中で、まあ、魅力的に伝える仕組み作りですね、皆さんもやっぱり勉強したいとかで、知ったことはやはりこう発信していきたいという思いがあるから多いとは思うので、そういった皆さんに、まあ、そういう、まあ、今日の場もそうなんですけれども、知ってもらったり伝え方っていう部分を、しっかり皆さんにお教えできるような機会を作るというのもやっていきたいなと考えております。で、あとはやはり今地方化社会なので、まあ、これは、まあ、PR とか広報の時に私が来ているような発表を作ってあるんですけれども、 SNS をしっかり活用したりしてですね、まあ、SNS はまあ、国内外に広く発信できるので、そういったところにしっかりと八代の魅力っていうのを目で見ても分かるように発信していければなっていうのを、情報が積み上がる場作りっていうので書いております。で、今述べたのが日本橋をしていきたいなという、まあ、ビジョンなんですけれども、まあ、最後にですね、今日ちょっとまとめをいきますと、私今日はいろいろと長々とお話をして、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけれども、まあ、日本遺産のストーリー自体はですね、こういったパンフレットを見ていただければ後からでも分かると思うんですけれども、この講座で一番伝えたかったこととしては、何度も言っているんですけれども、皆さんにこれを一つのきっかけでしかないです。日本遺産というのは築城400年も1年で終わるんですよ。その400年のメモリアルイヤーは1年で終わるんです。なので、これをきっかけにして地元のことを知りたいとかですね、そういったその一つのきっかけにしていただければなと思うので、皆さん何かこう、例えば地元をですね、今後こうお散歩する中で、なんか今まで何気なく祈ったけど、これは何だろうか、この仏像様となった時はですね、ぜひですね、我々にもこうお電話とかいただいて、一緒にそういうのを調べていければなと思いますので、皆さん一緒にこう歴史文化を使うとですね、しっかりと学んでですね、八代を盛り上げていければなと思っております。長くなりましたけれども、これで私の今日の講座の内容を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。